撮影してる間の待ち時間。ああなるほど、ああなるほど。あと衣装部屋とか。ちょっと、激安簡易宿泊施設に、行こうかなと思ってます。かなりレトロな感じのね。スピーチも始まります。西成アイリン地区に来てるんですけど、今日紹介したいところは、激安簡易宿泊施設に、行こうかなと思ってます。なんでもその朝5時からチェックインできるということで、すごい便利な場所ということで、もうほぼ24時間ぐらいは、ステイできるんで、今日はそこに行こうかなと思います。それにしてもちょっとね、雨がこれから行ってまいります。あんまし今日は人がいないですね。でここはね、結構有名な、なんだろうな、なんか畑みたいな。で人形がね、これ結構多いんですよね。ちょっと鳩よけで人形をね、置いてるらしいですけど。はい、もうね、そろそろ近くに来ました。この大阪西成警察署の真ん前にあるこのビジネスホテル、撮影してる間の待ち。ああなるほど、ああなるほど。あと衣装部屋とか。ちょっとびっくりしました。最近気づいたんですけど、これ見てと思って。しょびしょびしょ。よし。本当にこんな感じで、アパートみたいな。よっこいしょ。はい、こんな感じですね。ちょっと生活感がありすぎですけど、散らかってますけど、こんな感じです。畳1、2、3畳分ぐらい。
構謎な感じのことだ。ティッシュペーパー、空気清浄機、こういう感じでテレビも整ってます。ここがコインランドリーになります。お金も入れて、使うところなんです。乾燥機と普通のちょっとレトロな感じのやつ持ってますね。ここが炊事場、かなりレトロな感じのね。満腹さんでね、買ったご飯、これで300円と。すごいな、まあ、全部のせみたいなね。これ、餃子から卵焼き、かつお節、おかかか、オクラ、ウインナー、ハンバーグ、まあ、全部ね、だいたい入ってますね。これで300円ということで。80円のね、お茶なんですけど、安い理由っていうのが賞味期限が普通に切れてるという、7月3日と2日切れてると。
ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。